甲子園最高。自分たちが甲子園で4試合戦って全力プレーできたのは島根県民の皆さん、出雲市民の皆さんをはじめたくさんの方々の応援があって、自分たちもそれを力に変えることができプレーすることができました。また、試合中にアルプスを見るとたくさんの方が一生懸命声を出して応援をしてくださって、本当に鳥肌が立つような応援で、自分たちもそれたくさんの力をもらってプレーすることができました。僕たちのこのプレーで島根県民の皆さんだったり野球をやっている小中学生の生徒たちに少しでも勇気や希望を与えることができたと思うと、とても嬉しく思っています。これからまた国体の試合だったり、また秋の大会が始まってくると思うんですけど、自分たちはこの大会で島根県代表としてベスト8になったので、しっかりこれからも自覚を持ってこれからの行動もをしていきたいと思っています。本当にありがとうございました。今アルプスの話出たんですけど、もう総実戦かな、それぐらいからはもう指示とかも全くなくて、でもうその帰ってきてエンジンなり何なりするたびにもうずっとアルプスを指さして、もうこれで別れと、そしたらおっしゃーって言ってやってたんで、もうそういう気持ちがその言わずっても言葉にせずとも、もうその皆さんの応援がやっぱり試合試合大きくなったりとかしていたんで、もう息に感じてというか、本当ありがたい感謝の気持ちで戦ったのが、まあ、最後例えば総実戦の最後のワンプレー、につながったのかなと今思うと、はい、思います。では、ですね、総実戦なんか特にですね、ここまで力があったかなっていうふうに、苦しい展開になるというか、まあ、簡単な試合にもちろんならないので、なんですけど、タイブレイクの10回、まあ、9回の裏に決まりそうだと言ったんですけど、決まらなくて、でマニマにすまんと、で10回に決めると言っときながら、また決まらず、またすまんと、でもう勘弁してくださいみたいな顔したんですけど、最後よくみんなでやっぱ励まし合ったですね、うまくいかんこともやっぱ出てきたんですけど、マニマがしっかり投げてくれたのはもちろんなんですけど、もう石原、まあ、藤井はじめみんなですよね、みんながやっぱり掴んだのかなって。いうふうに思いますね。すごい成長して思いますし、最初はスピーチというか緊張して聞いてましたけど、ある程度落ち着いてきてるようになりました。島根県大会だと9回が引き分けで終わってタイブレークの前に、そこでこう成立がちょっと休憩があるんですけど、甲子園はそれが10回終わってからあるみたいで。指示出せなかったんですよ、9回終わって。でも彼らが気づいたら、彼らがマウンドに集まってるんで、で自分らであれやるって決めて、あのプレーをしたの。サードダッシュですね。すご
ごいいいプレーでしたね。本当に感動しました。そうね、あれはもし練習でも見たことないプレーなんで、はい、もう大会最後もそうですよね、大騒ぎでした、大騒ぎでした、大騒ぎしながら行きました。あれピッチャーがちゃんと投げないといけないし、サードがタイミングよく投げてこないといけないし、全部が噛み合って、あと他の野手の動きもあるんですけど、でもサードをマッチさせるように若干こう、いやそんな感じだけど、そこがいいところかもしれない。あのプレーは誰のアイデアですか？みんなで、それが決めて行くかって言ったのは、頭に入れるときみたいな、あ、そんな感じで出したのは自分です。初球じゃないですか？初球出しました、ね、ああ、そういうこと。一球目やるとかって決めてなかった？いつか出すみたいな感じで見といてみたいな感じで、みんな見て初球だって多分合致したんじゃないですか？そう、はい、気持ちがすごい出した、すごい出した。なかなかいつも県大会とかだったら通る声っていうのが僕のシーンではなかなか通らなくて、まあ、初戦とかはそこでなかなか指示が通らなかったりしたんですけど、まあ、そこをジェスチャーに変えたりとかして2回戦3回戦っていうのは戦いましたし、まあ、間のフライとかでも、まあ、あらかじめどっちが優先して取るかっていうのを考えてたので、本当にまあ試合重ねるごとに成長していって勝つことができたと思います。プロ注目っていうか、この大会でナンバーワンって言われてピッチャーだったので、そういう意味では、まあ、1番からヒットを打っていけるんじゃないみたいな感じになりました。ヒットを打ったんですね。あ、はいはい、あで、しかも目の前にも我々が応援してる目の前に僕がヒットになった。2位に行ったのは勇気もあった。いや、もらいました。僕らの中では一塁で止まっといてくれても足が速いからその盗塁でも彼勇気与えられるから、そうかなと思ってたんですけど、まあ、しょうがないなと。絶対セーフ、相手の守備が良かった、優勝候補なんで、はい、やっぱ簡単にいかんなっていうんで、そこでやっぱり2番のうちに先ほどおっしゃられた通り、まあ、ヒットもそうですけど、あそこで盗塁したっていうのが、もうすごいインパクトを与えたと思います。瀬田実業の応援がすごくて、飲み込まれませんかって言われて、いや、会社の応援がすごいですっていう返したのを覚えてるんですけど、守備を守ってると声が聞こえなくなるんです。はい、例えばどっちが取るかっていう。で、当日の時いろいろこう相手のミスもあったと思うんですけど、声がでかすぎたんじゃないかな。でも甲子園の偉い方に言われたのは、こんな応援ないって言ってました。はい、このパフォーマンス的なこととか、トランペットが綺麗とか、まあ、それはあるけど、あんだけ全員が声を出す応援はないって言って、ね、はい、やっぱり応援っていうのはすごい聞こえますし、その一戦一戦重ねていくことに周りの皆さんというかスタンド外 のバックネットにおられる方々もすごい拍手とかが多くてなって、自分はそういう面ではすごい投げやすかったなと思いました。そうですね、当日の時が一番良かったのは、自分個人的にはあまりには分かんないですけど、自分の受けたバッターだったら当日が一番良かったのは、全体的に見ると良かったです。その構えたところに行ったら逆球が少なかったんです、ドイツの時は。それまでちょっとインコースが構えてたら抜けて流れ入ってたんです。そういう時はしっかり決まっていってもらうので、それは面白いことだと思います。ありがとうございます。逆はもうすごいですよ。僕が押されるぐらいの僕がついていくぐらいの創生からでな、さ2点差に初めて2点差になってビハインドなった時に5回中盤だったよね。その時に言うんですよ、こっからだと。あんまり言えないですけど、面白くなってきたとか言うんですよ。どこかもしれないな。でもそれぐらいのものを持ってずっとやってたんで、いやすごい、もうその諦めないとか
出ないところは、そこだけはすごいなと思います。いやでも、まあ、自分あの試合は、まあ、調子良くて、でも、まあ、最後自分で決めてやろうって思ったら、まあ、ああいうなんかレフトが前に来てでもその打席の中で動揺しちゃって、で、まあでも引っ張れば1点入るだろうと思って、まあ打席に入ったんですけど、まあ相手のピッチャーの圧にもされて、はい、でまあレフトが空いたとこに打っちゃいました。でもスポ場からずっとやってるからあんな試合見たことはあるないです。ないですよね。自分のプレーじゃないんですけど、やっぱ早稲田の時の藤原がエラーした後のそのマニアのギアの上がり方っていうのは、まあ、やっぱすごいものでしたし、まあ、あれがなければ、まあ、ベストエイトっていうのはなかったので、もっとチームのためにやっぱ勝たせてやろうっていう、まあ、マニアの気持ちが出て最後1本打ってくれたので、本当にありがたいなと思います。やっぱ自分のことになってしまうんですけど、やっぱり総実戦の最後のやっぱ自分が打って抜けてさよなら打った時は、その自分の高校っていうか野球ができた中で一番の幸せな瞬間でした。創成館の試合で最後の三振の終わりなんですけど、やっぱあそこはちょっとなんかちょっとバントされて、まあ、ちょマニアが悪送球してノーアウト満塁になったんですけど、そこでちょっとやばいかなって感じはしたんですけど、まあ、そこから本当守備が立て直したというか、そこ全員野球でノーアウト満塁を守りきって勝ったっていうのは、まあ、その数字のチーム力というかチーム全体を守れたので、そこが一番すごいと思っているかなと思います。僕も自分のことになるんですけど、創成館で負けてたんですよね、1対3で、でマニュアルショートゴロでショートがエラーして、その後なんですけど、8番がワンアウト3塁だったから、3塁2塁、ワンアウト3塁2塁で、2対3で負けてて1点、そこで、どうしようかなと思って、打たそうかなって、バントしようかなって、いつも聞くんですよ、本当に聞くんですよ。って聞くんですけど、どうするって聞いたら、こいつはもう知らんの、知らんじゃん。で、藤井が、もう監督さんに任せますって言うんですよ。たかばかここで任せるな、俺って言って。いや、本当に。で、よし、任しとけって言って、あそこで、こう、あれは、まあ、あんまり言っちゃいけんかもしれませんけど、作戦のことだから。でも、腹くくってスクイズ出したのを、もう、その選手が腹くくってスクイズでやってくれたのが、信頼してよかったなというか、みんなでやってる感じがあって、大変ホッとしました。ぜひ皆さんと一緒に、はい、甲子園、甲子園最高。